お疲れ様です。ドラゴンです。今回ね、狙いたい選手がマジで出てきたんですよ。レフトの新規追加が追加されたんですけど、グラシアル選手ですね。めちゃめちゃ欲しいなと。で、僕今、自チームを作るのにハマっていて、ちょっとね、自チーム集めてるんですけど、グラシアル選手、本当に欲しいんですよ。これはね、強すぎます。はっきり言って。紹介していきましょうか。ミーとパワー同値ですね。なんといっても、あとこの守備適性の多さ、そしてこの特殊能力ですよ。簡単に言えばこの3つ、もうどれも優秀ですね。しかも弾道パワーヒッターになってるんで本当に優秀なんですよ。やばいっすね。優秀以外のことは見つからない。で、一応ね、旧バージョン、2019年シリーズ1のグラシアル選手と比較してもこんな感じです。はい、もう一目瞭然。まあ一応ね、シーズン1のグラシアル選手も、ミファ同値なんですけど、AA なんですよ。その時点で違うじゃないですか。全然違いますよね。もうこの運命の差。はい。はっきり言って。このシーズン2のグラシアル選手。まあ具体的にね、どういうものかというとですね、最初に、今回は、闇ガチャと言われている、超次チームスカウト、そちらの方を引いていきます。第1回目として。で、その後はね、契約書を貯めていって、契約書をね、回していきながらやっていきます。まあちょっと最初はプレゼントスカウト引くんですけどね。まあこれは多分出ないと思うんですけど、一応ね、 S ランク 30% 契約書とか、あとは S ランク確定契約書、そちらの方を、集めていきながら、それを集めて、そして引いていくと。で、もう強キャラじゃなかったらすぐにミキサー要員として寮にぶち込みます。で、その模様もね、今後撮っていくので楽しみにしていてください。では早速、今回第1回として超次チーム狙い撃ちスカウト、引いていきます。レフトはね、ちなみにこんな感じで本当に強キャラだらけです。アルモノテ選手だったり、筒香選手だったり、福留選手だったり、あとは、そうですね。吉田正尚選手とかな。いや、本当に、すごい選手ばっかり集まってるんで、皆さん狙われてる方多いかなと思いますね。今回のレフト。選択契約書っていう手もあるんですけど、選択契約書ってね、結構石の数がいるんですよ。確かね、5連だったかな。1250個いる。そうなると。1250個。あ、5連じゃない、50連ですね。すいません。1250個石がいるので、そこまで貯めれる自信ないんですよ、僕は。正直使っちゃうので。溜まったら溜まったでいいんですけど。なので、今回は、これを引いていきます。さあ、出るでしょうか。出る確率はね、非常に少ないと思いますけど。投げなしの石をね、突っ込んでいきますんで。何度か出てください。と思いますが、どうでしょう。S すらも厳しいかな。どうかな。出ろ!出てくれ!割れない。やっぱり割れないか。お、Aランクですね。友崎選手いいですね。お、またAランク。はっ、宮西選手ミキサーで出した選手が出るっていうね、あるあるですよ、これは。ミキサーで出したSランク選手が、おお、ユイト、ユイト、これで曲です。ありがとうございます、ユイト。よしで、Sランクのミキサーで出す選手がね、こうやって A ランクで出てしまうわけですよ。これね、オカルトなんですけど、プロスピあるあるです。皆さんご注意ください。バンバン出ますから、A ランク。出した選手の A ランクって。ほんとありえないですよね。オカルトやけどマジでありえない。さあ、ちょっとね、次はね、S ランク 30% 契約書イベントで報酬獲得しましたので、そちらの方を引いていきましょうか。さてどう?S ランク確率 30% 契約書イベントでもらいました。これを引いていきたいと思います。さあ、グラシアル選手の餌用の S ランク、それをね、なんとか引きたいですね。さあ、頼む、お願いします。ここでグラシアル選手出てもいいんだよ。ワイルドアップ、よしよっしゃ、来い。おお、どの上選手、一応中日枠ビシエド選手がいるので、どの上選手は、寮に入れたいなと思います。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。グラシアル選手マジで獲得しに行きます。今後ちょっとグラシアル選手の獲得までの道のりを楽しみに見守っていただけると嬉しいです。本気で自チーム純正組んでいく。はい、一応ね、この動画はこれで終了とさせていただきます。この動画がね少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録高評価お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。はい、グラシアル、獲得応援していただける方はぜひとも応援していただいてよろしくお願いいたします。その他の動画も、楽しみにしていてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。